そうじゃあね、一つは、つい10日ぐらい前の話なんですけれども、なんかチラシ、5年間ぐらいチラシを、保管してた人が、お寺に訪ねてきたんですよ。終身会をしたいって言って、それで、私は本堂で招待してたんです。そしたら、何時頃だ、10時過ぎぐらいに、ご住職とあのお部屋で話しすることになって、であと熊井さんは招待しててねって、で全部襖とか全部こう開けてって言って、と思って、いやドン引きするんじゃないかなと思ったんですよ。信頼者だし、入信もしてないし、でも全部オープンにしてって言ったから、はい分かりましたって言って、私はずっと招待、ちっちゃい声でね、招待してたんですよ。でその方はこうご住職と結構長いこと話してて、で結局ね、11時ちょっと前に、その方お帰りになったのね。そしたらご住職が本堂に入ってきて、熊井さん、釈迦成就できなかったって言って、シュンとして本堂に入ってきたんですよ。まあ残念でしたねって言ったら、なんかうちの宗旨は、神社仏閣に行ってはダメなんですよって話した途端に顔色が変わったんですって、もう聞く耳を持たない感じで、でもう帰っちゃったっていうことを話されて、でそうだったんですかって言って、で私11時初代終わって、でその日はちょっと小雨模様だったので、ピンポンできないから身の供養しようと思って、お庭の落ち葉とか拾ってたのね、それ1時間ぐらい全部こう やって、でもう一度お寺にカバン置いてあったからお寺に戻ったんです、そしたらご住職が招待してたんですよ、その招待がね、今まで私6年7年やってて、一度も聞いたようなことのない招待だったのね、なんて言うんだろう、感動するとかね、力強い招待とか、そういうのじゃなかったの、まあ、私が感じたのはね、なんかこう怖い招待っていうのかな、こうすごいその圧を感じるような、危機迫るってやつ、世間で言う、危機迫る、なんかね、そこの場にいたら、体も私ねバランバラに吹っ飛ぶんじゃないかっていうぐらいの勢いだったの。で私は怖いよーと思って、もう早くもうカバンも持って帰ろうと思って、本当にもう あれ忘れられない。それにもう今までそのご住職に対してのイメージがちょっと変わったのね。だからすごいなんかショックだったんだろうなって思うんですよね。私らがあダメだったわっていうのと違って、本当にね、だって向こうから訪ねてきたんだから、収支がしたいんですって言ってきて、で資料も全部見せて、で最後の最後、その神社仏閣ダメなんですよって言ったら、もう変わって帰っちゃったって言うから、そのなんか初めてその怖い招待っていうのを目の当たりにして、なんか。震えた。おお、なんかね、ちょっと胸を打つ話ですね。打ちますか。私はもう怖くて、この場にいたくないと思って。いやー、でも気持ちわかりますよ。怖い。鬼のような招待。だから残機の招待ともいいんじゃない。ご本人様、なんと申し訳なかったですっていうような。ああ、そうかもしれない。その圧がね、もうなんかもうこの風圧みたいな。もう私バラバラに、体バラバラになっちゃうんじゃないかって、怖くて怖くて初めて、いやーなんか、感動しますよ。まあね、私前半誠に緩いことを言ってきましたけども本当言うとそうなのきゃ、本当はね、まあ、ご僧侶ですからね。だから豊田さんの招待とかもすごいもう綺麗なこう綺麗な感じじゃないですか。こうね、心がもう綺麗になっちゃうような、本当にもう心がじゃない、耳がちぎれるみたいな招待だったんですよ。だから自らに対してのその
厳しい思いがあったんじゃないですか。怖かっただから。いやでも貴重な体験をしたと思いますよ。 それがやっぱり日蓮召集のその五僧侶のね、楽しいじゃないですかね、高専部にかけて の、命をかけるっていうかね、すごい。私なんか緩いからそのふわーっとしたダメなんですよ。住んでてすごく気にするってことです。いやだからでもあのお題目とやっぱりお経というのはその音情も大事だよね、やっぱり一種の極用してるってことにもなると思うんですよ、仏様に対してね。あの我々は功徳をいただいてるんだけど、声を発声させていただいてる、それはご本尊も聞いてらっしゃるわけだから、誰が聞いても綺麗だねとか、あの美しいねっていう声をやっぱりご本尊にお供え申し上げたいために努力をする。それを自分勝手な信心っていうのは自分が良ければいいわけだから、ダメよ俺、ダメよ、ダメよ、ダメよ、ってこう最たるものは池田大作になるわけですよ。これ冗談みたいに言ってたら本当にそうだもんね。そっくりだと自分でびっくりしちゃったもん。それで感動したってね、コメントね。あった池田の題目で。そう、感動した。感動しますって、わーって、なんか評価高いですよ。気色悪い。想像しただけで鳥肌立つくらい気持ち悪いよね。ですよ。だからね、そういうこといろいろ考えると、やっぱり権現正代のね、あの正確さももちろんとことん追求するしさ、自分に対して厳しく。それでやっぱり発生する音情もさ、こうやっぱ綺麗な声でやろうよって思いますよ。で自分そんなにね、まだね、なかなか理想的な声って出ないもんなんだよね。こう方々のね、やっぱりこう汚れっ気がね、体に溜まってんだよ。なのでなんとなくこう経験上はね、最初は上っ面のこう題目しかできないんだよね。こっちが全部泥、方々の泥、それがだんだんねこう浄化していくんですよ。そして体全体から南無法蓮華経って体全体がこう響けてね、唱えられるような、だから方々の毒気が相当きれいにならないと、そういうお題目をねまた目指さなきゃ、こういいとしちゃダメなんだよ。自分がとりあえず権現を今日しました、ああよしよしでは、まあ、こんな細かいこと言う指導ないけどね、法華経の話の中にあんまりないけど、やっぱり40年以上の経験上ね、とことんお題目のとお経の美しさは追求すべきもんだと思いますね。自分が気持ちいいもんね、ここの体の中から本堂いっぱいにさ、大声張り合うんじゃ、張り上げるんじゃなくて、こう響くような声が出ると、やっぱりあほっと心地いいなっていうね、な一心に仏を見立てまつらんと欲して、神妙を惜しまずっていうのが召集のお題目ですよ、日蓮召集のね。そうするとその全身で全部が南無法蓮華経っていう一色で唱えさせてもらえることへ常にこう専念していけばね、そのまま即身成仏とも言えるわけですよ。だって上から下までもう南無法蓮華経って一色で唱えるってことはさ、そこにこのペロッと変なものが出てくるから即身成仏が汚されるだけであって、瞬間何にもなきゃそのまんま仏様ってことです。仏様をそのまま唱えてんだから、入れ物も入ったのが仏様だったら入れてる器も胴体ってことじゃないですか。だからそういう意味では一心に仏様と拝して、大聖人様とこの久遠の本当の仏様がここに現れてるんだっていうふうに心に教えつけながら拝して、そして全身ではその仏様のお名前だって言うんだからね、お名前であり、お力であり、お悟りであり、すべてが
南妙法蓮華経っていうこの御7文字に全部が込められてるんだとおっしゃってるのをそのまま全身で唱える。それだけに専念してるだけでもう功徳は後からこう来るわけですよ。何もこれを帳面から書いちゃったりしてね、何箇条書きかなんか学会流の真実、これ箇条書きするからね、やってましたね。もう昔からおかしいと思ってさ、そんなことが分からないような仏様かなっていうのは入信したてから思ってた俺。箇条書きしなくてもいいでしょってこっちの心を全部知ってくださってるんじゃないのかって思って、そうですよ、うん、っていうことはさ信じてないんだよあれ、箇条書きするってこと自体がもう、だからそうです、言いつけこう自分でこう確認して言いつけるわけだからさ、仏様のそのお力、全てをこう統治されるお力をさ、どっか疑ってるからわざわざ言いつけるじゃないですか。分かってますよねこれね、頼みますよこれって、こうやってることでしょ。いやそれっておかしいでしょっていうのはね、もう本当に入信したてからあって、うん、やっぱり正解でしたよ。日蓮召集来てそんなことやってる人誰もいないもんね、ここに箇条書きをここに掲げてるやつなんて、なんなら仏さんを見る時間よりそれ読んでる時間が長かったりするやつがいるからね。からやっぱりご本尊、そのご住職の今のその話聞いた時、やっぱねそういうことなんですよ、大聖人様っていうそのさ、自らをしかもそのなんだろう責めるっていうかね、いやすごいじゃないですか、尊いじゃないですか、すごいな、近くで初めて聞いた、いいじゃん、いい経験ですよ。やっぱりそのご尊師にね近づく時間が長い人ほどそういうものを感じれるんだから、やっぱり仏法というものはそれこ その指定相対だからさ、まあ他支部ではあってもだよ、日蓮召集のご僧侶っていうのは各あらんかっていうのをさ体で感じられるっていうのは偉い、ね、他門じゃありえないよそんな、他宗他門の禅宗だの念仏だの真言宗のね僧侶どもが、そんな人はまあ中にはいるかもしれないよ、ただ間違ってるだけでね、そういう志がいるかもしれないけど、大概は相当な僧侶どれでやってきたけどさ、他門もそんなのいないよ、いや俺には仏教の話しないでくれよって、仏教の話をしないでくれと、俺ただ親父がさだってついでついこの間まで東京でね IT の仕事やってたんだよみたいなのがやってるわけだ、善光寺の僧侶、はあ、仏教の話をしないでくれって、で法事とかそういうやり方をただちょっと学んできただけでさ、だってことを